コースから1番2番3番4番5番6番の体系でスタートいたしました。3コースから3号艇、5コースから5号艇、わずかにコーススタートを切っていますが、1周1マーケットから先行争いはインカレによる体制は1号艇、3号艇つけ前も若干サイドかからず、内側のから2号艇サシアンドル、5号艇まくり差しに転じて、おっとここで2号艇、3号艇が振り込んでしまいましてバックストレッチです。3号艇の平田沙耶が転覆を起きています。スタートは前提正常です。さあ内に切り替えた5号艇の浜崎と2号艇山崎義信のトップ争い、3番手では1号艇の鹿島、後方6番4番という体制で大胆マークの旋回です。スタート前提正常、5号艇が先前体制、そして2号艇の内側のから1号艇の鹿島単独の2番手に浮上、上位の体制は5番1番2番後方6番4番、なお3号艇の平田沙耶香は転覆のため失格となっています。1番2番3番ダッシュは4番5番6番です。スタートしました。1コース1号、おっと3号艇島田、3号艇の島田が早いスタートになりました。ただいまスタートは判定中です。お手持ちの投票券は大切にお持ちください。差し切るか2号艇運の1号艇とじきと並走です。お知らせいたします。このレースは3号艇島田渚がフライング変換欠場となりました。従いまして第4レースは3番に関係ある投票券すべてが変換です。どうぞご注意ください。第2ターンマークは2号艇運のが先頭、おっと紅白先頭、2番手1号艇とじき、3番手5号艇西村、現在上位は2番1番5番となっています。お知らせいたします。一周にマークでは4号艇中澤宏奈が転覆失格となっています。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。6号艇広瀬好スタート、4号艇宇野もいいスタートを切っています。逃げ体勢作る1号艇金田をまくる2号艇柳田、まくり出す4号艇宇野に、その外は6号艇の広瀬ですが若干バランスを崩したか、外は2号艇柳田が一定心リードも1号艇金田打ち、そのうち4号艇宇野が続きます。後方3号艇末永、5号艇生間、6号艇広瀬にはどうやらアクシデントがあった模様です。なおスタートは正常です。1周2マーク、2号艇柳田に内から差を詰めた4号艇宇野と1号艇金田ホームストレッチ、2番手争い混戦の中1号艇金田がわずかに抜け出しています。ここでお知らせいたします。6号艇広瀬正幸は転覆のため失格、6号艇広瀬正幸は転覆のため失格となっています。1番2番3番ダッシュ、4番5番6番です。スタートしました。4号艇の一宮好ダッシュ、好スタート4号艇一宮、1号艇の西野が伸ばしていきますが、4号艇の一宮幕に行く、幕に出す5号艇の池田、5号艇の池田が幕に出す、外では4号艇の一宮1周1マーク一定アクシデントがありました。バックストレッチ5号艇の池田、4号艇の一宮、そして2号艇の馬場、1号艇の西野、3号艇の吉村が最後方1周1マーク一定アクシデントがありました。スタートは正常でした。6号艇の金子アクシデントがありました。6号艇の金子失格となっています。シリーズ5日目の戦いをお送りしております。ボートレース小島競争水面、迎えるカードは第8レース一般戦です。1号艇には浜本裕樹、2号艇は欠場です。3号艇には西島義則、4号艇には山本浩二、5号艇佐藤俊介、6号艇松尾孝明、以上5選手の対戦となった8レース一般戦。なおこのレースに登場予定でした2号艇の松本和樹は前半レースにおいて負傷のため欠場、管理解除となっております。従いまして眉で購入されました2号艇に関する投票券、レース確定後すべて返還となりますのでご注意ください。1番6番3番5番ダッシュ、2番4番です。今スタートしました。ダッシュにて0台スタートは2号艇に行った4号艇席、一白一枠角からググッと出ていく2号艇ですが、1号艇3号艇去って応戦、おっと危ない3号艇落選脱線、宇宙ついては4号艇の席とさらには6号艇の今村バックで入りました。トップラスは1号艇4号艇6号艇去って接戦はセンターから4号艇席、アドコース1号艇福川マンネトーテ6号艇の今村、一緒にコーナーの旋回スタートは正常でした。一周一幕三号艇落選脱線、セットを4号艇の席、2番手6号艇1号艇こっちでも競り合った、アウト止まっては2号艇のリッター、切り込んでは5号艇の長溝です。
先頭4号手の席、2番手6号手、今村3番手1号手、深川上位台形は461、目下のところ461でレースは1マーク。ここは自己定レスキューを避けての旋回ということになりました。先頭4号手の席、2番手6号手、今村3番手1号手、深川、目下のところ461となっています。ここでお知らせいたします。3号艇の新井照俊1周1マークにおきまして落水のため失格となりました。1番2番3番4番5番6番でスタートしていきました。6艇横一線ほぼ差のないスタートとなりました。1周の1マークは1号艇が先前、2号艇幅を取って V が刺してゴッと握った5号艇がアクシデント、バックが抜けて先頭は持たした。1号艇の永田がトップ、2番手2号艇溝口、3番手3号艇桐村雄星、内から6号艇岡本がやってきてスタートは正常でした。1周2マークトップ旋回、1号艇永田、続いて外前に握って2号艇内からくるっと3号艇やってきてホーム側へと戻ります。5号艇の尾崎裕二は1周の1マークでアクシデントにより失格となりました。1番2番3番4番5番6番の並びです。スタートしましたサンライズ Z 戦第5レース、1号艇2号艇3号艇5号艇覗いていく、1号艇の井上が逃げる、3号艇の田中がまくって攻める、さす2号艇の清水、続いて5号艇の伊藤、先頭争いは1号艇の井上忠正に2号艇の清水浩二、さあ届きました。2番と1番先頭争い、スタートは前提正常でした。2号艇の清水が内側入っていこうとする、抑えて待っていく1号艇の井上、打ち上がらまった2号艇の清水浩二、先頭は2号艇の清水浩二です。2番手で1号艇井上忠正、3番手は3号艇田中がリードしました。レースは2周目に入っています。2周目の1マーク、トップで旋回する2号艇清水、握った1号艇の井上忠正、先頭は2号艇清水がリード、2番手が1号艇の井上、3番手は3号艇の田中です。なお1マークではアクシデント発生となってしまいました。2マークトップで旋回は2号艇清水浩二、1号艇の井上が指してホーム側、先頭争いは2号艇1号で、さあこの2艇接戦となっていく、その後ろ3番手は3号艇の田中です。なお1マークでは6号艇田口節子が転覆のため失格、6番が転覆のため失格となりました。下りの3対3第2レースの予選競争、ここは奇数艇3艇のボックス人気となっていました。123ダッシュ456です。スタートを切りました。このスタートは判定中、このスタートは判定中です。ご注意ください。出遅れの艇がある模様です。1号艇に対して握っていった5号艇、内側差しては3号艇となっています。ここでお知らせです。第2レース2号艇富澤優作、出遅れ返還決勝に関する投票すべて払い戻しということになりますので、どうぞご注意ください。1番2番3番ダッシュは4番5番6番です。スタートしました。3コース3号艇中村、5コース5号艇山下、コースアウトインの1号艇竹井はスタート遅れました。2コースまくっていった2号艇片岡、3号艇中村がまくり出すか、外いったのは5号艇山下、内側から1号艇竹井、6号艇島田が続く、2号艇片岡エリが先頭、2番手は5号艇山下が現在一定身リードも、内側から3号艇中村が接近、4番手6号艇島田が続く、1号艇竹井が5番手、スタートは正常です。2マーク2号艇片岡クリア、2番手握っていった5号艇山下が3号艇中村をかわすか、相当から5号艇山下かりんが2番手一定身リード、内側から3番手3号艇中村食い下がる、絞っていったのは5号艇山下、2周1マークです。2番手争いは内を抑えていった5号艇山下かりん、3号艇中村小回り切り込んでくる、この内側から1号艇竹井も好旋回、左右茶6号艇島田飛び込んでくる、一気に2番手争い混戦、相当5号艇山下、間から3号艇中村、内側から1号艇竹井による2番手3番手争い、ラニターマーク先頭2号艇片岡クリア、2番手内側から1号艇竹井先まった、ちょっとバランス崩した、5号艇山下転覆、2番手は1号艇竹井が上がって、3番手は3号艇中村、上位は2番1番3番です。お知らせいたします。2周2マークでは5号艇山下かりんが転覆仕掛けです。1番2番3番ダッシュは4番5番6番です。スタートしました。2コース2号、おっとスロー3艇早い、1号艇長島、2号艇香川、3号艇若狭、3艇早いスタートになりました。
ただいまスタートは判定中です。お手持ちの投票券は大切にお持ちください。お知らせいたします。このレースは3艇フライングがありました。1号艇長島真希、2号艇香川素子、3号艇若狭奈美子、3選手がフライング変換決勝です。従いまして第10レースは1番、2番、3番に関係ある投票権すべてが変換です。お手持ちの投票権はレース確定まで大切にお持ちください。1番、2番、3番、ダッシュ4番、5番、6番です。スタートしました。5号艇武田、6号艇の一味アウト、2人が好スタートを切りました。1周1マーク、1号艇の馬場が逃げる、2号艇ブス島の差し、3号艇の山本外、内からも4号艇の柴田、間5号艇武田、最内から6号艇一味はバックストレッチ、1号艇馬場が先頭、3号艇の山本が2番手、一定審査で4号艇の柴田、うち6号艇の一味はです。5号艇武田、2号艇のブス島、続いてスタート正常でした。1周2マーク、1号艇馬場、3号艇の山本ホーム直線コース、3番手6号艇一味は4号艇の柴田が打ち、ホーム直線コース、4号艇の柴田が3番手、3艇身、4艇身リードを取っています。レース2周目に入ってきます。先頭は1号艇の馬場芳也です。2周1マークの旋回、3号艇の山本が2番手、3番手は4号艇の柴田、小さく待って5号艇武田、角度をつけ、おーと言って2艇にアクシデントか。2周1マークもつれました。6号艇の一宮アクシデントか、4号艇の柴田、2周1マークで2艇にアクシデントか。ホーム直線コース、1号艇の馬場が先頭、3号艇の山本が2番手、5号艇の武田が3番手です。このレース4号艇の柴田妨害失格です。4号艇の柴田妨害失格。このレース6号艇の一宮アクシデントありました、失格となっています。1番、2番、3番、ダッシュ4番、6番、5番です。スタートしました。4号艇の森高センター、いいスタートを切りました。4号艇の森高まくりに行こうとする、3号艇の長田まくりに行く、1号艇岡崎逃げる、よっと行って、1周1マークバックストレッチ、1周1マーク一手アクシデントがありました。バックストレッチ、1号艇岡崎先頭、4号艇の森高、そして5号艇の三浦、6号艇菊池、2号艇の島村。このレーススタートは正常でした。1周1マーク、3号艇大佐田アクシデントがありました、失格となっています。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしてきました。スタートは判定中です。スタートは判定中、どうぞご注意ください。ファンの皆様にお知らせいたします。5号艇鶴光一郎はフライング返還欠場です。したがって5番に関する投票は発売額と同額で払い戻しとなります。どうぞご注意ください。1番木村から2番島田、3番新井へ、1、2、3ダッシュ4号6スタートを切りました。後方ストップスタート、5号艇のマノカストリ、スリット後は4号艇の市川が仕掛けていきます。さあ壁がなかった1号艇まくられてしまって、4号艇市川がまくって、そして5号艇が中を狙っていきます。そして6号艇にアクシデントが発生しています。1周1マーク、6号艇アクシデント発生です。1番、2番、3番ダッシュは4番、5番、6番です。スタートしました。ダッシュの3艇部外スタートを切りました。1周1マークに向かっていきます。やや1号艇隅がスタート立ち遅れたんですが、まくったのは3号艇平田が、陰線1号艇隅切り込んだら2号艇中澤、4号艇ホームが続く、まくりました3号艇平田が先頭、2番手の隅は3艇で、内側から4号艇本部、間から2号艇中澤、外から1号艇隅が続く、後方6号艇吉田が現在エンスト、第2ターンマーク、スタートは正常でした。3号艇平田がクリア、2番手握っていった1号艇隅が上がる、3番手内側から4号艇本部が優勢か、4番手から2号艇中澤続く、現在上位は3番、1番、4番です。お知らせいたします。1周1マークでは6号艇吉田亜美がエンスト失格となっています。追い風の方は現在3メーター前後、11レースの選抜戦です。進入はインコースから1番、2番、3番ダッシュは4番、5番、6番です。スタートしました。1号艇平田がスタート大きく遅れてしまいました。ただいまスタートは判定中、スタートは判定中です。
1マークは2号艇堀之内が先制切り込んでくる3号艇出口外は5号艇茶谷ですがファンの皆様にお知らせいたします。このレースは1号艇平高奈々が出遅れのため変換欠場となりました。従いまして11レースは1番に関係ある投票権は全てが変換です。お手持ちの投票権は確定まで大切にお持ちください。ボートレース三国シリーズ3日目の競争、戦いは後半戦に入ります。競争水面上続いてのカードは第7レース一般戦です。なおこのレース5号艇黒明花芽選手は欠場となっております。体系定番通り並びの方はインコースから1番2番3番4番5番6番の体系で今スタートいたしました。ちょっと外の方で早いスタートがあったようです。インから逃げる体勢は1号艇4号艇がまくり出しのハンドル内側のから2号艇が刺してさらに5番3番6番接近してまいりますがスタート判定中でありましてこのレースでありますが6号艇の平川香織でありますがフライングのため変換欠場。6番に関する投票権は全て払い戻し変換になります。投票権は大切にお持ちください。 123-456 です。スタートを切りました。このスタートは判定中、このスタートは判定中です。ご注意ください。外寄りで複数速い艇があったようです。1マーク、1号艇が先制、2号艇差し、2番出しから5号艇握った4号艇となっていますが、お知らせです。第1レース、5号艇松山康史、6号艇大沢風紀、いずれもフライング、変換欠場となります。5と6の投票はすべて払い戻しになりますのでご注意ください。1番、2番、4番、6番、3番、5番です。スタートしました。3角から好ダッシュと思われた4号艇吉田実は早いスタートとなっています。ただいまのスタートは判定中、ただいまのスタートは判定中です。お手持ちの投票券船券は大切にお持ちください。ここでお知らせいたします。4号艇吉田実はフライング変換実用、4番はフライング変換実用です。従いまして4番に関する投票券は全て変換です。レース終了までどうぞ大切にお持ちください。1番2番3番4番5番6番です。第6レース予選競争今スタートしました。1コース2コース1号艇2号艇好スタート、スリットがインコースが優勢、1号艇野田先行です。2コースから2号艇浜田引いていく、外を回って3号艇の小川千秋、内を通って2号艇土屋千秋、バックへ入った。リードは現在判定心一定心とわずかに2号艇の浜田、インから4号艇土屋、その下には3号艇の小川、さらに外の1号艇野田、1周のマークの前傾です。スタートは正常でした。2艇に先行するトップターンの構えは2号艇の浜田、インから詰め寄って2号艇の土屋、奥から刺す3号艇の子が、外前から H 号艇の野田が旋回、ホームがおっとっと水しぶき後方、おっとヒヤリのシーンですがよく起きました。6号艇現在4艇が2周目に入りました。お知らせいたします。4号艇の土屋千秋は転覆のため失格です。1番2番3番4番5番6番枠なり進入です。今スタートしていきました。コースタートはインコース1号艇の木野、ダッシュ勢から4号艇6号艇両者が出ていきまして1マーク、逃げる1号艇人気の木野をまくり出して4号艇の平田玄之介、外を握った6号艇の後ろ2番5番3番でバックスリッチャー陰線から踏ん張って1号艇の木野近い足で人気の中心で、一定身では4号艇が上がってきて平田玄之介で人気の両者、3番手には6号艇の田代達也、あとは2号艇5号艇3号艇、なおスタートは正常でした。第2ターンマークトップで回って1号艇の木野の2番手6号艇行かせた、さあ仕返して4号艇の平田ですが、さあ2番手から次は4号艇と6号艇差が縮まってまいりましたが、わずかに4号艇の平田健之介、先頭には1号艇の木野近いしてこのレースの人気の中心、現在の2番手争いは4号艇の平田健之介、まずは外からわずかに6号艇の田代達也、2周目で出したマーク4号艇の平田回って突っ込んでくる2号艇、外を握って回った6号艇の田代達也ですが、2番手は4号艇の3番手も6号艇上位変わらず146、先頭と2番手の現在 20m から 30m、 その後ろ3艇進歩では6号艇の田代が3番手、そして2号艇の野津上で、あとは5号艇3号艇の順です。第2ターンマーク先頭で1号艇の木野近吉、2番手は4号艇の平田健之介、3番手に回って6号艇の田代達也で直線コースも上位変わらずの、ここは1号艇4号艇6号艇、あとは2号3前艇が最終周回へと入ります。
最終周回先頭には1号艇の木野近吉、ここ人気の中心がイン逃げ成功です。そして2番手は4号艇の平田健之助、3番手6号艇の田代達也で最後のバックスレッチ、上位がここも146枠なり進入でインコース4コース6コースの組み合わせ、そして3号艇5号2号艇5号艇3号艇となっていまして、前艇最後のスリットラを通過していきます。オッズは2連単ですが 3.8 倍、3連単ですと 39.5 倍、1号艇の木野が陰線からしっかりと初勝利、2番手が4号艇、3番手、6号艇振り込んで、ここで2号艇逆転の14二後方でアクシデント、先頭1番ゴールイン、4番ゴールイン、2番ゴールイン、5番ゴールイン、3番ゴールイン、なお6号艇の田代達也は失格となっています。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。ダッシュ勢がこうスタートを切りました。スロー勢では 2,3 コースあたりが少し出ていきまして、2コース2番の馬体がまくっていく、2番の馬体まくり切って、これに乗っていったのは5番の松田が外から内から刺してきたのは3番の野永瀬。スタートは前提正常でした。2番の馬体が先頭ですが、リードは一定進とわずか。さあ後ろ内から3番の永瀬、外から5番の松田が追いまして2幕の旋回、2番の馬体に対して内を鋭く、さあ5番の松田差しが一気に届きました。5番の松田が差して2番の馬体をかわします。ここで一定進リードを逆転です。3番手は3番の永瀬、上位3艇は5番2番3番で2周の1幕、2幕ではややもつれた例がありまして、ここではアクシデントが出ています。2周目バックストレッチに移りまして、上位3艇は5番2番3番です。現在6番の島川が演奏状態になっています。レースはこれから2周2幕の旋回です。2周2幕の旋回、ここは自己艇が出ています。ホームストレッチへと旋回していきます。先頭5番の松田、2番手2番の馬体、この2人が大きく抜け出しています。3番手に3番の永瀬が追走です。レースは最終周回に移りました。なお6番の島川はエンストのため失格です。6番の島川エンスト失格となりました。シリーズの初日予選競争第6レースを行います。なおこのレースに出走予定でした1号艇龍正雄選手は病気のため欠場いたします。